ぶっちゃけ写真見た時にめっちゃ可愛いと思って選びました。めっちゃ可愛いんですよ、このドットのこうちょっとキュッてなるか緩くなるかって感じですね。皆さんこんにちは、あやこです。今回なんですけれども、胸が大きい女性におすすめしたいブラジャー特集ということで、胸が大きい方ってボリュームがある分こうその重さでこう下がっちゃったりとか横に流れちゃったりとかいろいろ悩みがあると思います。ブラジャーもねおしゃれで選んだりとか機能面で選んだりとか人それぞれ選び方はあると思うんですが、胸が大きい女性、バストボリュームがある方の胸をよりこうサポートしてくれやすいアンダーベルトが幅広のアイテムを今日はねバッとご紹介していきたいと思います。今回ベイミアさんから商品ご提供いただきまして、ベイミアさんの中からこう幅広選ぶんだったらこれかなっていうのをピックアップしてみました。ブラジャー、そしてナイトブラですね、ご紹介していきたいと思いますので、ぜひブラジャー選びの参考にしてください。ということで今日ですね、ブラジャー3つとナイトブラ2つをご紹介していきたいと思います。ホームページでももちろんそのブラの機能については詳しくは載ってはいるので、まあ、そこはねこう要所要所でお伝えしつつ、まあ、実際の色味であったりとかあと着用感、着用した時の姿ですねをお見せしていきたいと思います。1点目なんですがこちらになります。ベイミアさんといえば小さく見せるブラがね有名だと思うんですが、こちらも小さく見せるブラタイプの下着になってます。内側はこんな感じです。フルカップタイプなんですけれども、上の部分がレースになってるのであんまりこうフルカップっぽく見えないかなと思います。こちらはカレー胸対策とホームページに書かれてたので選んでみました。裏面を見てもらうと分かるんですけど、大きいパッドというかなくて、もうカップもこんな感じの薄い作りになってます。でカップはラテックス素材を使われていて、結構なんかサラサラしてるけどちょっともちもち、なんかちょっと弾力のある感じです。こちらのブラに関してはノンワイヤータイプなので結構こうくるくるくるっと持ち運び、旅行の時とかに持ち運びんじゃないかなと思います。普段はブラジャーは手洗い派なんですけれども、ベイミアさんのノンワイヤーに関しては私も洗濯機で洗っちゃっております。はい、着用したらこんな感じです。今回こちらのブラに関しては F カップだったので、もしかしたら私にはちっちゃいかなっていう、まあ、際どいラインだったんですよ。っていうのもベイミアさんのブラって EF でも着れるものが小さく見せるブラだと多かったので、ちょっと私より胸のバストボリュームある方はちょっとこのサイズが難しいんじゃないかなっていう印象です。私も一応念のためニップレスつけて着用はしてるんですけど、ちょっとなんですかね、ナンパテッドブラ的な要素でもあるかなっていう、このねレース感がねあるかなっていう感じですね。このブラに関しては結構しっかりこうクッとサポートされてる印象があります。サイドもしっかり入っているのと、ここのサイドに関しては脇高でボーンあるんですけど、ここはねじゃあめっちゃきついかっていう感じはないです。このね幅もあるっていうのもあるんですけど、きつさはないんですけど、ここは結構キュッとしっかり締められてるかなっていう印象ですね。このテープ、パキッとした感じのテープがヒュッと当たってる。後ろはこんな感じです。脇高だとこの辺とか入れる時にね、ブラジャーつける時にこうやってしっかりお肉入れ込んでスッキリさせる。こう幅広のアンダーベルトっていうのはこうシャツの上からのお肉感っていうのを細いものよりかはカバーしやすいのでいいなと思います。ここからグッと寄せてなんか上げるっていうよりかは、ここにお胸がある、止める、ここに置くみたいな感じですね。ここでしっかりこのボーンと、ここにまた一旦高いものがあって、このね二重でおそらく横流れ防止にしてるんじゃないかなと思います。私ぐらいのサイズ感だとちょっとギリギリかなっていうものです。ただねカレー胸防対策っていうのがあったので、一応その他の方にも参考になればなと思って着用してみました。こんな感じです。続いてがこちらのブラジャーになります。ベイミアさんでは珍しいワイヤー入りタイプのブラになります。ワイヤーはこんな形ですね。サイドの方はかなり広く入ってるかなと思います。カップ部分も柔らかい感じですね。ゴツゴツしさがない作りになってます。一応ねここにパッと入れれる部分はあるけど、パッと付きではないです。特徴としてはこのカップの部分のこのサイドですね、パワーネットが入ってます。ちょっと見にくいかもしれないんですけど、ここにパワーネットが入って
いるので、バストのこの辺りからクッとしっかり支えて、こう横になるべく広がらないようになってます。サイドフォーはね、見てください、17センチっていう、ちょっと顔とめっちゃでかい。プラスドゥ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 と伸ばしていくと4列7段階ホックということで、めちゃくちゃめちゃくちゃもうがっつりサポートしてくれるタイプになります。こんだけ幅広だとね、ちょっと重たく感じる印象があるかなと思うんですけど、裏生地がね結構あの通気性もいいので、あとはこのバージスライン下の部分の生地ですね、ここも透け感のあるレースなので、こんだけ幅広になっててもそこまでこう重々しくないというか印象かなと思います。着用したらこんな感じです。めっちゃ可愛い、めちゃくちゃ可愛いわこれ。本当に7段階の印象すごい。でも前から見るとその何ですかね、後ろのしっかりしてるって感じがあんま分かりにくいですよね。この感じもめちゃくちゃ可愛い。サイドボーン17センチって言ったんですけど、ここにもねちっちゃく2、3センチ、3センチぐらいかな入ってます。なのでこことここでフィットさせてます。でもじゃあ、あめっちゃ当たって、なんかすっごい補正感があるっていうことはないです。デザインは私はもうこれはあのもちろん7段階とかいろいろ気になるなってポイントあったんですけど、ぶっちゃけあの写真見た時にめっちゃ可愛いと思って選びました。どうしてもこういうなんていうんですかね、フルカップじゃなくてこうバストボリュームが分かりやすいじゃないですか。こう丸く綺麗な見えるものって綺麗は綺麗なんですけど、ここが華奢だったりするとズレを気にしちゃったりとか、結局ズレることによってお肉がどん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 こう散っちゃうというか出てしまったりとか、はみ肉しちゃったりとかっていう心配にもつながるんですけど、こう重々しくない綺麗なシルエット作ってくれるんですけど、しっかりやっぱここの部分とこの部分でサポートしてくれるので安定感っていうのはすごいあるなと思います。一つ言うと、ネット私今回ベージュをオーダーしてみたんですね。でネットだとこうベージュがすごいちょっと白っぽく見えるんですけど、肉眼だとやっぱベージュとか光の加減によっては薄いクリームのオレンジっぽさ黄色っぽさかなっていう感じですね。でもやっぱ肌につけた時にすごい綺麗。次はこちらのブラジャーです。こちらも小さく見せるタイプのブラですね。フルカップタイプなのでしっかりこう覆ってサポートしてくれるようなものです。裏面こんな感じですね。これもあのもう全部ほんと柔らかいです。パッドとかは入ってない、入れるとこはあります。見てもらうと分かるんですけど、カップがこう何ですかね、パリッと上向きとかものではないので、このサイドとアンダーの部分でしっかり押さえて、こうお肉をなるべくこう高さ出ないようにお肉をこう分散させる、広げる感じかなとイメージしていただければと思います。骨組みの部分はここのサイドボーンぐらいで、ワイヤーもないしこうパッドもないです。こちらもね幅広にはなってはいるんですけど、まあ、全体的にこう軽量な作りなので通気性はいいんじゃないかなと思います。着用したらこんな感じです。こういった色味がちょっとあんまり今まで持ってなかったので、新しい開拓。グレーのこうクールめな色味ではあるんですけど、キラキラキラってねここのレースの部分になってるので、そこはちょっと可愛いエレガンさが演出できてるんじゃないかなと思います。こちらもねもうアンダー広めと浮き高と後ろがこんな感じです。 U 字バッグタイプのなってます。あのこのホックの難点というと、あのつけるのがちょっとやっぱ2段階とか3段階に比べると時間かかっちゃうかなっていうぐらいかな。ただあのめちゃくちゃこれいいのは肩紐の調整がすごいしやすくて、後ろについてることが多いんですけど、これはデフォルト前なのでこういう感じで自分で調整しやすいなっていうのが、よいしょ、いいポイント。こちらはフルカップタイプのブラジャーということで、バスト上部ちゃんとこう覆ってくれるので、その分やっぱ安心感があるのと、ここはね柔らかい生地のものでパリッとしたカップではないんですけど、じゃあ長く垂れてるかとかそういったものはないかなと思います。続いてはナイトブラご紹介していきたいと思います。1点目がこちらです。かわいいね、めっちゃかわいいんですよこのドットの感じ。こちらのサイズは結構 M から 7XL
というかなり広い作りになっているので、まあ、それが選ぶ選択肢があっていいなと思いました。私はブラックですね、選んでます。こちらはなんかそのナイトブラで売ってるっていうわけではなかったんですけど、まあ、作りとか見てナイトブラにいいんじゃないかなと思って選んでみました。ノンワイヤタイプのブラになります。まあ、サイドにはね、なんていうかな、軽めのボンは入っています。サイドの長さがなんと20センチあるっていう、かなり高さが脇高設計になっているので、こうしっかりこの辺のお肉キャッチしてくれるんじゃないかなと思って選んでみました。あとは背中部分とかもめちゃくちゃ広くて、ここにドットのレースがあって、上の部分とこのちょっとわかるかな、下の部分はレースだけなので、そこまで重たくない印象になってます。全体的にレースなので着け心地軽いかなっていうのと、この肩紐の部分もレースとあとちょっと幅広めになってて、縫い目も最大限これぐらいかな、あとはもうアタッチされてるような作りになってるので、肩部分のね負担も少なそうでいいなと思ってます。こちらはね切り込みがあるので、こうパッと取り外し可能になってます。私が結構やってる裏技なんですけど、こういったタイプってまずはナイトブラとかルームブラに使うんですけど、どうしても使っていくうちに古くなるじゃないですか。ヨレヨレというか使えなくなったなと思ったら、私はこれを抜いちゃいます。この中身を、まだこれは新しいんですけど、こういうの抜いちゃって、この状態でブラジャーの上から二重使いしてます。まあ、キャミソール代わりにもなるし、バストボリュームが大きい方ってこう下がっちゃったりとか、肉があっちらこっちら行くのすごい気になっちゃう方いると思うんですけど、二重にサポートすることで安定感が増すし、あとはやっぱこの元々の設計が脇高とかなので、そういった意味ではブラの補強になるなと思って、私はこういうのは結構その使った後にインナーとしても二次利用してます。あと T シャツのね下とかでも透けにくいのでおすすめです。はい、着用したらこんな感じです。ちょっと立ってみたらわかるけど、結構ここが幅広な設計になっております。私やっぱ選ぶの上手めっちゃいい。これ後ろわかりやすいようにこんだけもう本当に覆っております。はい、だけどちょっとわかるかな、ここだけレースだけなので少し肌抜け感があるんじゃないかなと思います。何がいいかっていうと、あんまり締め付け感がないです。薄くて軽い生地というか、ボリューム支えられないでしょと思うんですけど、やっぱ今回のテーマであるこの幅広アンダーっていうのがやっぱすごくポイント高くて、ここでねしっかり肌に密着する面が多い、とこの下の部分を密着する面が多いので、このバストじゃなくてその違うところでこうしっかりサポートするっていうのが、こうお胸周りのつけ心地の軽さはあるけど、そこの周りでカバーできてるっていうのがやっぱすごいいいなと思います。一瞬こうやって見たら普通にキャミソール、どっちかって言ったらリラックス系に近いので、私としてはこれだけだと胸が大きい方だと日常外に出て使うよっていうよりかは、家でまあリラックスとか、まあ、ちょっと出歩くぐらいだといいかと思うんですけど、例えば二重使いであったりとかナイトブラの方がいいんじゃないかなと思います。めっちゃ可愛い、黒も正解だったな。あとすごいここのラインが綺麗に見えますね。 V 夏場とかこれにもう短パン着て寝るっていうブラジャーって感じもないのでいいんじゃないかなと思います。続いてこちらです。こちらはノンワイヤーの補正下着っていう風に書かれてたんですけど、ホワイトブラにいいんじゃないかなと思って選んでみました。後ろがクロスになっているタイプで、後ろにはホックがついておりませんが、フロントホックで調整するタイプになります。サイズとしても M から 3XL まであるんですけど、ここで調整してこうかな、こう調整していくので、まあ、他の紹介したものとはちょっと違ったタイプになります。こちらも通気性のいいラテックス素材を使ったブラになります。ツルツルというかサラッとした生地感、かなり軽いです。めちゃくちゃ軽い作りになってます。はい、着用したらこんな感じです。ちょっとまだフロントホックつけてないんですけど、めっちゃここがツルツルしてるのと、ほんと薄くてあんまつけてる圧迫感っていうのはないのと、これもね下がかなり幅広なので、ここが細いとどうしてもね、なんか私の中ではやっぱちょっとボリューム支えきれないなと思うんですけど、イノ部分ですかね、しっかりあるのと、あとちょっとここがポコポコできてるので、それでちょっとフィットしやすいんじゃないかなと思います。私は今回今 L をつけてるんですが、一番ちょっときつくしてみますね。まあ左右差があったりする人も
いるので、こう左右でこう調整できるのはいいんじゃないかなと思います。左右で溜めたらこんな感じですね。ここがより補強されるかなと思います。脇高ではあるんですけど、ここのお胸のボリュームをまたここで止めれるので、二重に補強できてるのはいいんじゃないかなと思います。緩くしたらこんな感じです。あまり見た目だと変わらないかなと思うんですが、まあ、こうちょっとキュッてなるか緩くなるかって感じですね。ナイトブラっていろんなタイプを試してきたんですけど、フロントホクタイプ私は個人的にはすごい好きです。なんかやっぱお胸が流れていくじゃないですか、寝てたら。この生地だけじゃなくて、ここからちゃんとよりまたサポートしてくれる、二重でサポートしてくれるっていうのは私はすごい好きなタイプです。もしもう本当になるべく寝るときブラジャー嫌だし、ナイトブラも慣れてないなっていう方は、こういうタイプからですね、あんま何もつけてないタイプから始めてみるのがいいんじゃないかなと思います。はい、ということで今回はウェミヤさんで選べる幅広アンダーベルトのブラ特集でした。ブラジャーっておしゃれでも選んでもいいし、機能性でも選んでもいいし、好きに自分で選んでいただけるのがいいと思うんですけど、こういうデザインものがあるんだとか、こういう機能があるんだとか、サイズ感とかですね、やっぱ知って損はないと思いますので、これからも私がちょっと気になるものとか、あこれいいなって思うものはどんどん発信していきたいと思います。ウェミヤさんに関しては結構キャンペーンいろいろやってるので、あ安くなったっていう時に買ってもらうのもいいですし、ありがたいことにあやぱいクーポンも発行していただいてますので、よかったらそちらも使ってみてください。ということであやこでした。またねー。